はい、どうもゆきです。大谷田温泉の、明神の湯ですね、行ってきます。それでは、はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。ポテトあと温麺と味噌ラーメンが今出ますね。はい、ゆきです。早速、温泉でお酒を飲みたいと思います。どうしよう。頼んだのがハイボールと生グレープフルーツサワーですね。一応ハイボールと生グレープフルーツサワー。じゃあハイボールいただきます。角瓶だなこれ。これすごいね、自分で絞るっていう。よし、入れました。乾杯。あ、うめえ。つまみはありません。なんだこの水と氷って。あ、ボトルセットか。日本酒一応梅酒サワー、ホッピーもあるんだけど、まあ、ホッピーはな。つまみもいろいろあります。まあ俺基本つまみは飲まない、食わねえから。うめえ。グリープフルーツよかレモンの方がよかったか。
ちょっと風邪をひいてまして、ね、乾杯。腹減ってきたな。焼酎ねえんだな、焼酎ボトルしかない。ボトルしかない。
ホッピーセット頼もうかな。はい、ごちそうさまと。ホッピーセット安いな。腹減ってきた。飲んだということで、とりあえず またもう一回風呂入ってくるか。
広いですね。はい、どうも、明神の湯、使ってまいりました。塩のね、温泉だったということでね、非常に塩っぱかったというね感じです。もう温まって2回ね、2回入ってきたんで、いや暑いということで、結構ねいい温泉でした。いろいろね、結構広かったね。広かったし、いろんな湯がねあったし、サウナも入りましたし、なんかこう、サウナなんだけど、その蒸気サウナみたいなとこもあったし、いや良かったですね。これで午前中から入ったんで700円で入れましたんで、よかったっす。ということでね、家帰ってとりあえず寝たいと思います。ちょっと風邪気味なんでね。はい、ということでお疲れ様でした。